進捗ダイヤモンドを達成しました。見えてるこれ。うわーやばい、やば、早く隠さないと。え、待って、逆に考えたらねね先輩とノエル先輩のとこ行けばもらえるよ。かなでちゃんの可愛い感じでもらいに行けばいいんじゃない。ノエル先輩とかに、あーかなでもらえなかった、あかなで一個も見つからなかった、今日も終わろうと思ってるのにっつったらもらえんじゃん。一個くらい、行くぜ、行くぞ行くぞ、行くぞ行くぞ、行くぞ、ちょっと手にしまって、しまって、なんなら多分全裸がいいから余計な荷物は一旦置いて。あ、いいねいいね、頭使えるこれでいけるぞ。大きな声で、あーダイヤモンドないなって言いまくったら、僕たち新人なのにって言ったらワンチャンある。あ、いいじゃんいいじゃん、いいじゃん。早く早く隠して、ゼナだったゼナ。お花とか持ってた方がいいんじゃない。悲しい、ここにここにお花。あー困ったな、あー困ったね、かなでちゃん。困った困った、あー困った困った困ったこの人たちはダイヤ持ってないよ。ダイヤ持ってないのか。持ってない持ってない、ダメだな、ダイヤ持ってそうな人を見つけないと。ノエル先輩とアクア先輩、そうだ、ノエル先輩とアクア先輩とネネ先輩が手に入れたらしい。僕も青い花持っとこう。いいじゃんいいじゃん。かなでちゃんどこ行ったんだ、カツアゲしようぜ。あー困ったね、困った困った、プロエ先輩、かなでちゃん、こんにちは。プロエ先輩でダイヤ持ってますか。ちょっとおじさんの段移動中なんですか。ダイヤ持ってますか。持ってない持ってない。じゃあ用なしです。あ、ふざけんなお前失礼しました失礼しました。あ、なんかあっちに名前が、そう、わため先輩と番長持ってないな。番長は持って、持ってない。でも一応カツアゲしようぜ、番長だし。あ、確かに。あ、番長だしカツアゲする。番長にカツアゲしないと人生やってらんないから。おい、カツアゲつんのかおみゃ。おいおいおい、番長番長番長、鉄欲しいな、鉄欲しいな、鉄欲しいな。クソだろ、カツアゲしたい。ダメだぞ、これやられることしてないよね。ジャンプしてみろかなじゃ。なに、おい、ジャンプしてみろかなじゃ。ジャンプ、チャリンチャリン、あ、ダイヤモンドの音つるわ。え、持ってないよ、お花しか持ってないよ。待って待って、アオちゃん本当にゃ持ってないよ。倒したら手に入るかなと思っていいもの。え、逆カツアゲされてる。待って、アオさんからなんか言われました。何も言ってないよ、アオさんは。アオさんはカナネちゃんは全裸だって教えてあげただけ。斧振りかざしたらいいよって教えてもらって。言ってない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 、そんなことまで言ってない。持ってないよ。お前が言ったんだな。あ、やべ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 、バレてんだよ。もう二度としません、同じことは。ノエル先輩、そういえばダイヤ持ってるって聞いたんすけど。あ、持ってるよダイヤ。え、ゲットしたぜ。だから新人でなんか3時間4時間ぐらい掘ってるのにダイヤ一個も見つかんなくって。そうなんです、かなでちゃん頑張ってるんです。え、恵んでくれませんか。仕方、え、ダイヤモンド、え、見たことはある、見たことは。え、ないですないです。ない、じゃあ団長のダイヤでいいの。え、その初めての経験を。 あ、もちろんもちろん、光栄です。すごいね、よかったね。じゃ見せちゃおうかな、そのダイヤモンドの輝きっていうもの。え、欲しいな。じゃあ、え、このね、やったー、 ありがとうございます。いいんだよいいんだよ。え、いいな、にょ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 。僕はここまで悪にはなれないかも。日記にノエル先輩からダイヤモンドをカツアゲしました。あれ、かなでちゃん、いいね、あれ、待って、まずかなでちゃんさ、一言、ちょっと、あ、そう、あれ、なんかね、ダイヤさ、初めてゲットしたら、確かダイヤモンド新曲達成みたいな。あれ、かなでちゃん、違うんです、ね、かなでちゃんはあれ、違うんです、ね、違うんです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 、逃げろ、かなでちゃん、違う、逃げろ。ねえ、このクワさ、違うんです、ノエル先輩。え、違うの、本当に。僕、ノ
エル先輩に渡したいものが。え、何だ。かなでちゃんと僕からの共同財産でこちら。なんだね。何くれるのかな。あ、綺麗。ノエル先輩のように美しいお花。あら、ポピー。ええ。え、嬉しい。え、ポピーの花言葉ってなんだろうな。花言葉次第によってはさ、ちょっとね、はい、ポピーの花言葉は美しい。やべ、本物の調べてる。やべ、知らねえ。やべ、本物知らねえ。ポピー慰めって書いてるんですけど。やべ。なんか本当に慰めみたいになっちゃった。